旭川ゆかりの彫刻家中原貞次郎賞が今年で創設50周年を迎え、旭川市彫刻美術館ステーションギャラリーでは歴代の受賞作品の展示会が開催されています。旭川市は日本の近代彫刻の歴史に足跡を残した中原貞次郎の功績を広く知ってもらい、日本の彫刻界の発展に貢献するため昭和45年中原貞次郎賞を創設。これまでに88人の彫刻家が受賞しました。ステーションギャラリーではメイン会場の旭川市彫刻美術館で展示しきれなかった受賞作品が見られます。中原貞次郎賞創設50周年特別展アンドモアインステーションギャラリーは今月30日まで開催しています。旭川市消防本部では住民の生命や財産を災害から守る使命感と責任感あふれる消防士を募集中です。今年は新たに9名の消防士が採用となり、日々訓練に励んでいます。私が高校生の時に道端で人が倒れているという場面に遭遇したことがありました。その時に駆けつけてくださった救急隊の方の迅速な対応を見て、私は憧れ、私も多くの人を助ける仕事に就きたいと思い消防士になりました。いろいろな年齢層の方々と一緒に仕事をしていく中であったので、その中に溶け込んでいけるか不安でしたが、今入ってみると皆さんが優しく接してくれて、とてもいい職場で働いています。6月13日に31歳以下の大卒者を対象にした採用試験を行います。申し込み書類は市役所や各消防署などで配布しているほか、旭川市のホームページでもダウンロードできますので、たくさんの申し込みをお待ちしています。飲食店のテイクアウトサービスで使えるすくすくテイクアウトチケットを15歳以下の子どもがいる子育て世帯に配布しています。チケットは子ども1人につき3000円、利用期限は8月31日までとなっておりますので、ぜひご利用ください。詳細は旭川テイクアウト飲食券発行事業実行委員会までお問い合わせください。